東京都某所、閑静な住宅街にあるとあるマンションに、ある問題を抱えた水槽がありました。阿部よけ。この水槽が抱える問題、それは？流木と水草と石を少しレイアウトしたシンプルな構成に一匹で暮らしてきた阿部よけ。最近コリドラスとの同居も始まり賑やかになりましたが、ご飯が散らばることもしばしば。週末には無残にももまみれになっていました。毎週末こすってもこすっても生えるも、今年は根絶やしにして、他のアクアリストの方々のような美しい水槽までとはいかなくても、せめて底辺には至りたい。我が家も、もまみれの水槽に甘んじていたわけではないのです。なんでこんなに藻が生えるんだろう。もまみれの時に限って取れ高があるのはなんでだろう。自分のスキル不足に打ちひしがれながら動画編集する夜は数知れず、いつもは真水でゴシゴシしますが、今日は60度の熱湯でゴシゴシします。熱湯だと乾燥が早いですね。乾燥するとまた取れてない藻が目立ちます。本当は大きな鍋で煮て一掃したいのですが、大きな鍋が我が家にはないので、熱湯で今日は対処しました。そして藻にまみれた水草も一つずつ藻を取り払っていきます。冬は水が冷たいですが、水槽管理が下手なので仕方ありません。この経験もいつか糧にしたいです。ここから水槽周りの器具のお掃除です。お風呂場まで全部運ぶのが大変なので、バケツを近くまで持って行って現地で洗うスタイルをとっています。水槽本体も綺麗に見えるようで、藻が薄くいっぱいついていますね。ヒーターも電源を止めて分解してきれいにします。そしてろ過装置、周囲についた藻はとりあえず落とします。作業効率重視で首にタオルをかけた状態で作業をしています。私もおしゃれアクアリストにいつかなりたいです。ということで、今度はソイルの汚れを取っていきます。砂エリアの見栄えもちょっとアップするような動きを独自でしています。ここで水を足します。しかしダバダバと外側に水を盛大にこぼしてしまいました。何回かに1回はやってしまう初歩的なミスです。レイアウトを着々と元に戻していきます。この作業がとても好きです。同じレイアウトでも見違えて見えてテンションが上がります。まだまだ微水槽には程遠いですが、とりあえずこの状態を保てるようになりたいです。それでは振り返ってみましょう。藻が生い茂ってしまい、 YouTuber としてふさわしくない佇まい。水槽の裏側までも藻に侵食されていた小さな小さな阿部よけ。なんということでしょう。水槽の象徴的存在となっていた流木は、購入当初の美しさを取り戻すことができました。阿部よの寝床の屋根も、水槽前方のお庭も、水草の一本一本も輝きを取り戻すことができました。底面のソイルには課題が残るものの、仕上がりには新入りのコリドラスたちも満足そうに赤虫を頬張っているようです。
家主である阿部夫さんも、きれいになった我が家を確かめるかのように、元気に泳ぎ回ってくれていました。